いらっしゃい。お父さん。今盛り上がってるから楽しんでてね。
ちゃって。どうして傘の先端に刃物がついてんだ？ Next, I'm gonna blow your fucking brains out. What are you gonna do? You gonna cry to your mom? ねえ、あいつ何言ってるか全然わかんない。おめえ何言ってるかわかんねえんだよ。そうよ。日本語喋るかクソめ。バカ。聞いてんのかこの野郎。ふざけやがってよ。この鬼畜野郎が。立ておれ。Motherfucker。ジャガジェ。あたいのそばを荒らすんじゃないよ。何生意気なこと抜かしてんだこの小娘が。誰が小娘だってお前だよ。こんなイカサマ賭博俺がぶっ潰してやる。お前を処刑しに来た。誰だか知らないけどいい度胸だ。生きて返さないよ。覚悟しや。なめたらあかんじゃ。Ah!
体がやられるなんてね。あんた何もさ、私は一秒たりともお前を忘れることはなかった。ずいぶん悪いことしてきたからね、いちいち覚えてないよ。地獄でゆっくり思い出すがいい。我神の名において審判を下す。何時らに罪なし。ユキ、大丈夫か？怪我ないか？うん。傘の具合はどうだった？不備はなかったか？うん。うまくいったよ。そうか。じゃあよかった。殺したこと、ママは喜んでくれるよね。あ、きっと喜んでくれてるよ。
いいか、今日は先生が超能力を見せてやる。よく見とけ。できないだろ。じゃあ早く負けてよ。だったら黙って見ときなさい。今度ときっちり負けてやるからな。よし、よく見とくんだぞ。仕上がってたく、あいつらに先生を敬う気持ちがないのかってんだ。あっ、くそくそ、ゲロのやつ、何が超能力だよ。マジムカフェなんだけど。あいつ一回死ねばいいし、死ねばいいし。てかゲロのパンツ見た？あ、見た。見るよ、マジムよ。何？ない目にあったな。うん、はあ、全くうちの生徒と来たら散らかし放題だな。勝たせっつんだ。何に使うんだこれは。誰だ、隠れてないで出てきなさい。先生に愛の告白かなんつってね。いるのは分かってるんだぞ、出てきなさい。びっくりした。なんだお前、生きてたのか。あの日からずっとお前たちを処刑するために生きてきた。なんでママを殺した。そうか、知らないのか。じゃあ一つだけ教えてやろう。お前はこの俺に殺されるんだよ。勝負だ。you
神の名において審判を下す。 Yeah.
ユキ。パパ。大丈夫か？うん。ありがとう。二人目も終わったよ。すまない、お前一人に任せきりで本当にすまないと思ってる。この足さえ動けば自分が情けない。違うよ、パパがいるから頑張れるんだよ。ユキ、帰ろ。立て！
はっくいしばれ。消えろ。俺たち神風このどなたか存じませんけど、本当に本当に助かりました。ありがとうございました。お前を処刑しに来た。聞いてください。あの時私は殺しに手を貸す気なんか全くなかったんです。本当です。私金庫破りの専門をやってたんですけど、あの時もあなたの家の鍵を開けるだけでいいって、ただそう言われたのに参加しただけなんです。なんでママを殺した。殺してない。私は殺してなんかいない。金で雇われただけなんです。覚えてないですか。私は何もしてなかった、ね、え、私は殺してなんかいない。殺してなんかいない。信じてください。どうすることもできなかったんです。殺してない。お願いします。どうか私を殺さないでください。あいつらとはあれから一度も会ってません。あんな苦行から足を払って今ではこうして真面目に働いているんです。それに私には妻と息子がいるんです。2歳になる息子です。
ようやく手に入れた大事な家族なんです。あなたの気持ちはよくわかります。だけど私がいなくなったらこの子は家族は路頭に迷ってしまうんです。お願いします。どうかあなたに人を思う心があるならお願いします。殺さないでください。一生かけて罪を償います。だから許してください。ずっと苦しい思いをしてきたんだ。ひどい、非難合々っていうか、あんなに謝ってんのに殺すことないじゃん。お前はじゃーん、エルちゃん登場。あ、ねえ、いいもん見せてあげるからちょっと待ってね。どこにあるかな。Thank you.
寝てなさい。大丈夫。ほらまだ傷が。大丈夫だから。三人目も処刑したよ。でも4人目が襲ってきた。そうか、奴らもこちらの動きに気がついたってことだな。付けにされたママの、ママの顔がまるで、ただの夢だ。体が疲れてるから怖い夢見るんだよ。今は休んだ方がいい。じゃーん。あぶれ。ただの夢だ。エルちゃんまたまた登場。おいゴスロリ出てこい。ほらもうエルちゃんかくれんぼしに来たんじゃないんだから。もうどこだよ本当。いた。待てこれ、逃げてんじゃねえよ。おらミスター、
反抗なんてしてないから、うん、ゴスロリが目の前にいるんだよ。シャメ取っておくんな、うん、はい、チーズおー、ゴスロリちゃんださ、取れたんだけどさっき送れなくてさ、うん、後で送るね、うん、そうそうそう、あ、そうだ、渋谷にさ、しゃぶしゃぶの食べ放題できたの知ってる？ちょっと待ってね待って、あ、もしもし、ごめんね、うん、そうそう、いくらだっけな、1980円だった気がする、うん、今度食べ行こうよ、うん、え、まっずこのパンこれもまずい、うわー、うっせー、出てる、決めないよ、っていうかこんなまずいパン食べたのエちゃん初めて、もうあ、分かった分かった、すぐ行く行く、もうすぐ終わるから。ん？あとどれぐらいでいけるかな。1分、2分、3分。いやでもな、もうちょっとかかるかもしれないな。だから5分ぐらいかな。うん。そうだ。あ、でもエルちゃんバカだから道に迷ったらもうちょっと遅れるかもしれない。浮気なんてするわけないじゃん、今やりたいって言ったの分かんなかったの、ゆうや聞いてないわけ、さっき言ったじゃん、しかもゴスロリの声だって言ったじゃん、我神の名において審判を下す、
けてね、俺。俺をお前によ、マジでエキセントリックラブだ。ユキ、あと一人、あと一人処刑すれば全てが終わるよ。やめよう、もうやめよう。カヤコを失い、お前まで失いたくないんだよ。パパ、あ、ユキ、もうこれ以上お前の体が傷ついていくのを見ていられないんだよ。もうやめよう。あと一人だよパパ。ママの復讐ができれば私は死んでもいい。ユキ、ユキ、ユキ！よく来たね。僕が最後だよ、ユキ。僕を倒せばママへの復讐は終わるよね。なぜママを殺した？え？まだわからないの？じゃあ教えてあげるよ。僕を倒したらね。お前を処刑する。まだ力の使い方を知らないんだね。それじゃあ面白くないよ。ここで一つゲームをしようよ。僕が本当のユキを呼び覚ましてあげる。ユキ、パパ！上を見てみなよ。さあ
ゲームスタート。ユキ、私のことはいい。もうこれ以上お前を苦しませたくないんだ。ユキ、ユキ、ほら、ゲームは始まってるよ。使ってるんだ。よく4人を殺してきたね。ユキ、ロープを離せ。ほら、遊ぼうよ。ねえ、どうしたの？もっと一緒に遊ぼうよ。やめろ。ねえ、遊ぼうよ。やめろ。やめてくれ。やめろ、もういい。離せ、離せ。ユキ、ユキ、ユキ。さあ、もう終わりにしよう。そういえば君のママも同じ目をしていたな。Thank you.
美しい。これこそが僕が求めていた姿だ。ご覧、たくさんの悪魔を殺してきた僕の勲章だよ。一つ一つに思い出がある。ほら、ママの紋章もあるよ。ママも素晴らしい悪魔だった。さあ、君も僕の中で生きるんだ。光栄だろう。まだわからないみたいだね。じゃあ僕から行くよ。すぐ死ぬ。でも君の戦いは終わらない。先に地獄で待ってる。
き審判を下す。消えない